ガステリア族の多肉植物を育てていた鉢で、自然に飛来した胞子より発芽した松原を18年後に、撮影蒸気の松原を植え替えるために鉢から引き抜いて地下茎を示したところ松原は、松原科のシダ植物。松原科では、日本唯一の種である。日本中部以南に分布する。茎だけで葉も根も持たない。 放死体の地上部には茎しかなく、よく育ったものは30センチメートルほどになる。茎は中ばから上の部分で何度かに股に分子する。分子した細い枝は量があり、あちこちに小さな突起が出ている。枝はややくれりながら上を向き、株によっては先端が同じ方向になびいたようになっているものもある。その姿から別名を放棄卵とも言う。 先端部の分岐した枝の側面のあちこちに粒のような胞子能をつける。胞子能は三つに分かれており、こなすと黄色くなる。胞子体の地下部も地下茎だけで根はなくあちこち枝分かれして褐色の花根が毛のように一面に生える。この地下茎には菌類が共生しており、一種の菌根のようなものである。地下や 腐食の中で胞子が発芽して生じた配偶体には葉緑素がなく胞子体の地下系によく似た姿をしている。光合成の代わりに多くの陸上植物とアーバスキュラー菌根共生を営むクロムスモンの菌類と共生して栄養素をもらって成長し一種の不正植物として生活する。つまり他の植物の菌根共生系に寄生して地下で成長する。 配偶体には増乱期と増生期が生じ、ここで形成された卵と精子が受精して、光合成をする地上部を持つ胞子体が誕生する。日本では本州中部から以南に、海外では世界の熱帯に分布する。樹状や岩の上に生える着生植物で樹状に溜まった腐食に根を広げて枝を立てていたり、岩の割れ目から枝をしだれさせたりといった姿で生育する。 稀に地上に生えることもある。日本ではその姿を珍しがって栽培されてきた。特に変わり物については、江戸時代から栽培の歴史があり、松原蘭の名で古典園芸植物の一つの分野として扱われる。柄物としては、枝に黄色や白の縁が出るもの、形変わりとしては、枝先が一方にしだれて、しだれ柳のようになるもの、枝が太くて短いものなどがある。 特に、形変わりでなくても、採取の対象にされる場合がある。岩の隙間に入るものを採取するために、岩を割ってしまうものさえいる。そのため、各地で、大株が見られなくなっており、絶滅した地域や、絶滅が危惧されている地域もある。他方、繁殖力そのものは低いものではなく、人工的環境にも進出しうる性質を持っており、 公園の片隅で枝を広げているものが見つかるような場合や植物園や家庭の観葉植物の鉢でどこからか飛来した胞子から成長したものが見られる場合すらもある。ありがとうございます。